ちらビスタット株式会社のブースに来ています。松田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらどういった展示内容なんですか？はい、私たちはですね、 3D モデルをAI で自動で制作できる、でそれを活用しやすくできる、そういったクラウドサービスを提供しています。そのクラウドサービスのご紹介をしています。なるほど。後ろにはポスターが2つありますが、はい、こちらのモデルもAI で自動で生成したものになります。はい、そうなんですね、はい、自動で生成というと。そうですね、3D モデルってですね、今テレビのコマーシャルですとか、はい、ゲーム業界でも使われているものなんですけれども、 3D のこうデータなんですけども、 100% 今まで人力で書かれてきたものなんですね。でもメタバースの業界でもゲームの業界でも、その 3D のコンテンツが足りないってことが、まあ、よく起きてまして、こう空間がスカスカしちゃうとかですね、そういうことがあるんですけれども、なんでかっていうと皆さん人力で書いてるからなかなか足りなくなっちゃうわけですよね。でコストも大変高くなってしまうということで、まあ、そこを克服したいので、動画をクラウドにアップロードしていただければ、はい、AI が自動でモデルを制作するという仕組みになっています。そんなことできるんですね、はい、私も自分の持ってる iPhone のライダーで、はい、唐揚げとかを使用するんですけど、はい、やっぱりどうしてもこのポスターでいう左のように、そうですね、ちょっとボロボロになりがちですよね。そうなっちゃうんですけど、はい、それをまあ綺麗にというか、そうですね、特許を取っているところがいくつかありまして、はい、で世界最先端のどこよりも、まあ綺麗に 3D モデルを作るというところが私たちのクラウドサービスの売りになってます。もちろん 100% いつも AI が完璧に仕上げてくれるわけではないので、補正は人でやる場合もあるんですけれども、まあ、その手間をなるべく少なくしてあげて、3D がこう世の中にあふれていくようにというのを私たちは目指しています。精度が高いのもすごいですね。そしてこちらは、はい、そうですね、キラキラエフェクト、はい、かなり、まあ、AI がやってくれるんですけれども、最後のちょっと美味しそうに見えるところっていうのは写真以上の出来になっていて、ここは人でやっぱりちょっとお化粧している部分はありますね。はい、他にも人間アバターや、はい、ゲームのアセットに使えるハンマーなど、はい、そうですね、大抵のものは空間も含めてAI で処理ができるので、はい、いろいろな用途に使っていただいています。汎用性高いですね。ありがとうございます。では最後に見ている方に向けてメッセージをお願いします。はい、ありがとうございます。CAD データとかですね、デジタルツインを作りたいときにやっぱり足りないっていうことがよく製造業の企業様で起きています。でやはり私たちのリクエスト一番いただくのはそういった製造業でデジタルツインを作りたいというお客様ですので、ぜひ現場でデジタルデータが足りないということがありましたらお声掛けいただければと思います。松田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。